させない。来た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 。え？すごいって言ってる。明かりを置いてくれたおかげで立派な部屋になったね。てかやっぱりあなたってすごい特別な力があるって本当なんだ。どっちかというとぼんやりした顔だし、特別な力があるようにはとても見えないけど、でも人は見た目じゃないって言うもんね。エティコ、本当にありがとう。今日からこの部屋で私と一緒に暮らそうね。しゃ猪木のもらっちゃった。うん、壁で囲んだ空間に扉と明かりを置くと部屋になる。部屋作りの基本として覚えておこう。はい。一緒に住むことになりました。あなたの方が立派な、うん。夜になったら、寝られる場所があるともっと素敵だと思うんだ。はい。あ、ちょっと待って。ちょっと素材を集めて、寝具を作り部屋に置いてみましょう。ベッドで眠ればいつでも体力を回復することができます。ほう、2つあると嬉しいな。だって寝る場所が2つあればエティコと隣で寝れるもん。うわっ、これ男の子の主人公だったらこれちょっとやばいんじゃないか。いろいろとわらベッドを作り部屋に置いてみるのです。自分で集めて、うん。丈夫な草があれば作れるでしょう。ベッドの作り方はどうしたのです。んん、わらベッド、切れ草を編んだ原始的な寝具じゃない、寝床。うん、どこ行くの？うん、あ、はい。うん、ちょ、待っててね。すぐ作るから。うん。うん、メニューで確認。草の中にある大きな草が丈夫な草です。地面の、草花は四角ボタンで刈り取れるでしょう。はい。丈夫な草を集めてわらベッド2つ作り。オッケー。こういうこと？これか。よし。オッケーオッケーオッケー。あれだ。ちょっと大きいやつだ。これだ。違う。とりあえずちょっとこういうのも集めておこう。ちゃんと。ね。大事だから。これは枝だよね。音楽が変わるとちょっと怖くなる。これか？あ、顔壊しちゃった。あった。これよし、2個でいいのかな。1個で1個できんのかな。わらベッド、4つ違う、3つあれば1個できんのかってことはあと2個。ちょっと遠く行ってみる。ちょっとちょ、一回戦闘してみたいな。ちょっと。えい！えい！えい！よし！あっ！これやろ！あ、弱いね。余裕だわ。もう余裕だ、もう。見切った。はあ、なかなかのアクション要素だね、これは。ほんと、なんか全然ドラクエじゃないね。ドラクエだけどさ。ちょ、待て。よし。よし。スライム、まじ、絶滅させてやっかな。これなんだ？あ、これ、薬草。あ、なんか落ちてる。桃柿。これもなんかのあれだな、いい傷薬の素材でしょこれは。そんな気がするよ。いっぱい取っとこうよ。よいしょ。これ多分木切れるよね。ちょっとレベルが足りないみたい。剣が弱いんだろうな。てか斧とかいるのかな。斧とかいるよな、いるよな。ほっこういう時に死ね！入っていいかな、俺。あい！あ！帰ろう。もう草集まったから、ベッド作ろう。もっといっぱい取っとこう。絶対これなんか使うでしょ。ただいまー。ちょっとすぐベッド作るから待っててね。名前忘れたけど。速攻名前忘れた。なんだったっけな。これ複数2個とかできないの。あ、まとめ三角。全部使って。3個いらねえよ、3個も。2個でいいんだって。2個も1個ずつ作るわ、もう。融通が効かない。よし。OK。ベッド作ったよー！ベッド作ったよー！置くよ、置くよ。どこに配置しようかな。やっぱ奥だよな。うん。ちょっと。あ、やべえ、壊しちゃった、壊しちゃった。キベアが解除する。ちょっと待って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 。おつけ、三角。よし。よし。で、ベッドを、わらの、宿屋ビリン、うん、寝る場所を作ってくれたんでありがとう。ていこう。昼夜昼間や夜、部屋の中に置いたベッドで眠ることで体力を回復させることができます。日が落ちて夜になれば視界も悪くなり、強力な魔物がたくさん現れることでしょう。夜はなるべく拠点に帰り、部屋の中のベッドで眠って朝を待つのです。はい。自分の力でわらベッドのレシピを思いつくとは、あなたには私が与えたものを作る力ではなく、素材から何かをひらめく才能もあるようですね。素晴らしい力です。その力は、これからの街づくりにも役立つことでしょう。ねえ、てこ大丈夫？ちょっと今、精霊と話してるんだ。うん。目がうつろで、口が半開きだったけどね。そんな顔してんだ。そんな顔して精霊と通信してるんだね。ちゃんとして、ぼーっとしてはすぐに時間が経っちゃうよ。うん、感じ始めた。太い枝。時は流れゆく。うん。あ、また拍手してくれてる。話す。出てこう。素材集めで歩き回って、もうそろそろお腹が空いた頃じゃない？せやね。うん、そんなことないもん。ちょっぴりお腹が、鳴っただけだもん。この辺りの木には桃柿の実がなるの。小さくてお腹はあまり膨れないけど、甘くてとっても美味しい実なんだ。持ってるよ、もうさっき取ってきたよ。あ、いいよ、5個持ってるよ、5個。うん、桃色の実です。近くにないか探してみると良いでしょう。桃柿の実を持ってきてくれたんだ。ああ、持ってきたよ。うん。うん。はい。あげる。ありがとうエテコ。実は私、お腹がペコペコだったんだ。はい、これ。これはエテコの分だよ。お腹がすくでしょ。美味しいからあなたも食べてみてね。空腹を感じ始めた。桃柿3つ。ああ、2個、2個取ったんだね。5個のうちの2個を取ると。取ってきたのはエテだしね。うん。ね。そういうところの分別はつくんだね。うん。3個取っちゃいけないっていうね。うん。その、ポテチをこう、一緒に食べてて、あ、ちょっと食いすぎかなみたいな。あ、これ、買ったやつ、俺、友達が買ったやつ、食いすぎかなみたいな。そういうやつね。うん。満足度に注意。はい。満腹度か。食べるよ。これを四角だよね。アクション、違う。アクションは丸。違う。こう、三角。どこ満腹度。もう一個食う。ああえちょっとどこ行ったの。あ、いた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 。そこ登るの好きだね。ちょっと待ってよ。うん。てか周りの木や草を素材にして物を作れるんだよね。これからたくさんの素材が必要になってくると思うし、素材を入れておけるものがあったら便利だと思わない？そうだね。うん。チェスト的なね。うん。まだ秘密ね。素材を入れておけるものを何か作れない？彼女の言う通り、部屋の中に素材の保管場所があると役に立つかもしれませんね。あなたなら何か思いつくのではありませんか？はい。収納箱。枝を組んで作った蓋付きの入れ物。うん。ってことは、ちょっとここで確認するんだ。確認。ちょっと待って。確認。収納箱。必要なものは？あ、枝か。枝があったからできたのか。太い枝が3本だね。うん、オッケー。できたよ。これで持ち物が増えてもここに入れておけるね。うん。私ね、ずっと考えてたことがあるんだ。この世界に昔何があったのか、私はよく知らないけど、悪い人たちがこの世界から光を奪ったせいで、今生きている人たちはみんな自分が生きていくのが精一杯なんだ。誰かを助けようともしないし、協力して一緒に生きていこうともしない。私ね、そんな世界ってすっごくつまらないって思うの。だからね、エテ君、街を作ってみんなで暮らせたら楽しいと思わない？エテ君がいれば夢が叶えられそう。私と一緒にここに楽しい街を作ろうよ。君はけど作れないでしょ。作れるのかい？ビリー。厳しいことを言うけど、うん。君はこの世界の住人だろう。作れないよな。そうだな。うん。あ、もしかしてビリンがその素材を取る係やってくれるのかい？うん。何かできるか私も考えてみなくっちゃ。そうだね。できることをやろう。うん。できないことをやるとは言わん。ただできることを模索し、実行する。そういうところが大切だと思う。ね。太い枝。うん。まあ、拍手してくれるだけで言ってはいいけどね、全然。うん。大きな町を作っていくために、私にも協力できる何かないかな。例えばね、私も何かものを作れたらエテコの役に立てると思うの。それでエテコ、私、作業する部屋の絵を描いてみたんだ。お願いエテコ、私が描いた設計図通りの部屋を新しく作って。おう。うん。物を作る意志、芽生えたよ。三角ボタンで地面に広げることができ、スタートかな、セレクトを押すと内容を詳しく確認できます。はい。設計図通りに物を置き部屋を完成させてください。はい。部屋は拠点の中に配置するようにしてください。うん。部屋は外に配置すると部屋として認められます。作業台は作業台は旗の近くの石の作業台を叩いて外してから置き直してくれるかな。はい。部屋には扉と明かりが必要だけど、材料があればエデコならきっと作れるよね。ちょっとそんないっぱいにいっぱい言わんでってくれよ、そんなに。藁の扉。はい。ちょっと拍手はありがとう。なんだ、とりあえずどうしたらいい。え、設計図これ、あ、設計図とりあえずこれ置こうか。これなんかここら辺にさ、間違えた。こう三角、よしで、この設計図をさ、ここら辺なんか段差がいっぱいあってなんか分かりにくい。こっちをかな。これで違うセレクトボタンって言ったしあ、じゃあ設計図をさ、必要な場所が足りません。なんか家の中でなんとかとか言ってたよね。お前のこの部屋を外に作ってやるぞ、女。ここら辺にしようかな。あ、いいんだ。あ、いいのえ、マジで知らんよ。え、知らねえ。で、なんか作業台をさ、なんか叩いてずらして、なんとかしてる。どうやってあ、武器か。お、こういうことね。よし、オッケー。で、作業台を置くのかな。セレクト。はあ、はい。オッケーなるほどね。置いちゃおう。ほい。で、土。土を周りに置いていく。よし。2個ずつね。2個が壁判定だからね。2個。足りないね。土取りに行こう。ここら辺を崩して、町からちょっとスライム、こっち棍棒、なんか棍棒作れたから棍棒作っちゃおうかな。なんかさっき棍棒あった。ほらコンボ作る。コンボ、はい。で、違う、スタートボタンじゃない。装備、コンボ。絶対こっちの方が、2個二刀流二刀流絶対これの方が強い。いくよ。あんま変わんないか。ほとんど変わんない。いらなかった。ここあんま崩さん方がいいかな。こんだけあれ足りるだろう。うん。で、ちょっと回転して、三角、三角。どんどん置いていこう。よいしょ、よいしょ。ほい、ほい。ほい、ほい。ほい。かわいいね、これ。なんかモーションがほんと。かわいいっす。ここか？ちょっと微調整がさ、若干難しいのはあるよね。こういうとこね。よし。カメラをちゃんとあれしたらいいのかな。間違えた。こうしてまっすぐこうするとミスるわけね。うん。ほいほい。こういうのを壊すと下が壊れるわけね。よいしょ。これなんかいい。何でも作れるね、これ。何でも作れそうだ。夜が来る。何で、松明をここに置くのかな。よいしょ。夜が来ると強力な魔物が来るって言ってたから。で、急いで。藁の扉。草と太い枝あるよ。よし。OK。で、ここにつけると。こうだ。できたんじゃない？なるほどね。OK。優しいね。親切だね。あとは、宝箱と、焚き火だ。松明じゃないわ。焚き火を置くんだ、そこ。焚き火はどうやって作るんだい？太い枝、2つ。で、収納箱も作らない。太い枝がちょっと不足してるね。OK。太枝。で、夜、あるじゃん。あ、じゃあす。太い枝いっぱい取ろう。大丈夫かな、夜だけど。まあ、ここら辺は多分最初のところだから、そんなね、化け物みたいなね、やつは出ないよ。そんな出るわけないじゃん、そんな。怖っ。やめた。怖い。なんか言ってる。ん？寝おる、こいつ寝おるぜ。ごめん、間違えた。ちょっとけどすぐ寝おる、こいつすぐ寝おる。ごめん、ベッドじゃ置くからさ。置くから、はい、うんね、はい。ちょっと話せるかな。作業部屋はうまくできそう。私が描いた設計図通りの部屋を新しく作ってね。うん、はい、必ず設計図通りの配置で。はい、わかりました。はい、知ってます。はい。寝とけ、お前は。枝。よし。なんか、やばいの出そうだよね。枝あんま落ちてなくない？あとちょっと角度が悪いか。多分木の下にあるいっぱい。あっ木の下だ。これ全部一緒。よし。もう足りるかな？もうちょっといるかな？よし。こんなもんか？もう一個ぐらいなんか落ちてないかな？もがき。あった。OK。さあ、作ろう。よいしょ。まずは焚き火。違う。焚き火を1個。あと、収納箱。お、1個。OK。んで、置くと。よいしょ。んで、できたの？違うくない？ここが違うよ。だってこれがこれをこうでできたー。オッケー。ビリーンできたよ。ビリン起きた。幸いはできたんだ。ありがとう。私の設計通りだね。うん。町の住民もあなたの手伝いをしてくれるようになるでしょう。設計図の完成やものづくりに足りない素材があるときは、町の周りを探して素材を集めるか、近くの魔物を倒すことで新しい素材や魔物が持つアイテムを手に入れることができます。用意してくれた作業部屋で私も何かものを作ってみるよ。うん。お、マジで？はい、わかった。うん。毎日見に行くわ。うん。うん、寝よる。すぐ寝よる、こいつ。寝よ、言っても。先、あ、起きた。後に寝た相手が先に起きる。出ていっちゃった。よし。まあ、とりあえずね、作業台というか、ビリンの作業場を作りました。うん。一旦ここら辺で区切りたいのだが、セーブポイントが、セーブはどうやってするんだろう。セーブシステムかな。脱出するってなんすか？まあちょっと、調べて、セーブして一回、ここら辺で、本日は区切りますので、はい。またね、まあ、これも2パートぐらいに区切ってると思いますが、うん。また動画、更新しますので。見てね。はい、では、ご視聴ありがとうございました。